はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学、大井型の弧と面積丸2応用編をお送りします。で、ですね、まず言わなきゃいけないことがあるんですけど、これ多分連続で見ていただいている方、前回からね、続きで流れで見ていただいている方は若干こう話し方とかの雰囲気が変わってるかもしれません。これですね、前回撮ったものから2年後には撮り直しをしてます。なのでちょっとね、雰囲気が違うと思うんですが、まあ、気にせず聞いてみてください。で、今回は前回に公式をね、覚えましたんで、それを使った有名な問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、なんで撮り直しをしてるかっていうと、前回の動画もね、下の動画概要欄からリンクを貼っておくので、もしよかったらチェックしてほしいんですけど、そのやり方も OK なんです。OK なんですが、最近、もっと簡単に解ける方法をちょっと仕入れたので、ちょっとそれを紹介したいなと思って撮り直しをしております。まあ、よかったらね、お付き合いください。問題は同じなんで、前回と。で、1番は、半径9センチ。面積が36倍平方センチメートルの扇形の話。で、これの中心角の大きさと弧の長さ。これ2つ求めます。で、これね、前回と違くて、ポイントなのはこいつです。中心角の大きさ。下もあるね。もともと、中心角の大きさがわからないと、面積も公式、弧の長さも両方求められないんだよね。公式使えないからさ。だけど、今回は中心角の大きさを自分で出しなさいと思います。で、こんな感じで、おそらく学校のテストとかもね、中心角と弧、中心角と面積みたいな感じでこうセットで出されます。出題されるときに。で、そう出されたら、必ず中心角を先に求めます。こっち先に求めてください。のが楽なんでね。で、今回、まあ公式では A 使ってたけど、ちょっと X で行かせてください。中心角 X って置きます。で、もうこれ求めるのは、前は比を使ってね、解いたんですけど、X イコール、いきなり求めます。で、キーワードは、円分の扇形×360です。もう一回言うよ。円分の扇形×360。これどういうことかっていうと、一応書いとこうか。下が円なんです。で、上が扇形きます。これ、カンナ書かなくていいからね。今説明で書いてるけど。かける360と。で、今、問題の中に、面積が 36π って書いてくれてるでしょ？で、これは、扇形のことを言ってるので、扇形のところ、つまり上ね、に 36π を書いてあげてください。で、下に円のを書くんですけど、円なんて何も書いてないじゃんか。で、大事なのが、今、扇形は面積を書きました、上に。なので、円も面積を書いてください。で、円の面積っていうのは、半径×半径×π が公式でしょ？半径9って書いてあるから、これ使って OK です。なので、9×9×π となるので、暗算しちゃって、81π。これで終わりです。あと計算すれば中心角出てきます。なので、まず π 儀ね、上と下ね、π 切ってしまって、約分。81と36なんで、9でいけるか。9と4。で、この360も、1分の360って考えて OK なので、下と上、約分すると、1、9でやるとね、で、こっちが40です。で、残ったのが4と40が残ったので、かけて、160度と。これで中心角を求めることができます。キーワードは、円分の扇形かける360です。いいかな？で、あとね、弧の長さに関しては、もう中心角出たので、公式でね、解いていきましょう。で、弧の長さは、直径かける π だから、直径、半径9だからね、直径は2倍した、18×π×
360分の中心角は今求めたからね、それを使ってください。で、これ約分まずしていくと、ここでね、0切りしちゃって0を切ります。で、36と16、約分すると4か。4と9。で、これも1分の18って考えれば、下と上、9で約分できるから、1と2です。で、もったいないミスを減らすためにも、残っているものに丸をつけるといいです。2と π と4。1はつけなくていいですね。どうせね。消えてしまうから。で、かけると 8π となって。で、この長さ求めろって言ってるから、単位はセンチメートルね。これで、OK という感じになります。で、次は、さっきと逆で、さっき面積が分かってたんだけど、この長さ分からなかった。こっちは、この長さが分かってるんだけど、面積が分からないんです。でも、結局ね、中心角の大きさ出せって言われてるから、ここをスタートします。もしは A でもね、何でも構わないです。自分 X 使っちゃいますけど。で、同じように解いていくと、キーワードは、円分の扇形かける360です。で、今確認すると、この長さが 9π の扇形って書いてるので、扇形のところに 9π を書いておくと。で、気をつけなきゃいけないのが、今回は弧の長さを書きました。長さ。つまり円周の方ね。外の長さだから弧っていうのは。だから、円を書くときは面積ではなくって円周を書いてください。面積だったら面積を書く。弧だったら円周。まあ長さの方だからね。を書くと。で、半径6です。直径12。円周っていうのは直径かける π だから、そのまま 12π と。こう書いてください。で、これも π 切りしてしまって3で約分すると3と4で、これもね、こう考えれば1と90となりますので200、丸付け忘れた3と90かけて270度、これで中心角が出ましたと。で、中心角出ちゃえばね、あと面積はまた公式なので、面積は、面積の公式は半径かける半径かける π かける360分の a です。なので、半径6使って、6かける π かける360分の270。0切りします。9で約分します。まあこれ、細かくいこうか。4と6約分して、3と2。これまた、こうなってるからね、ここもね。で、2と6約分して、3と1。残ったのは、3、3、π、3だね。で、全部、かけてあげると、ちょっとね、イコールがね、曲がった。27π。で、今、面積なので、単位は、平方センチメートルね。これで OK でございます。なので、まあ、今回紹介したかったのはここです。中心角求めるときに、円分の扇形かける100じゃないよ、かける360ですね。これを使うことで中心角簡単に出せます。で、最初にも言ったように、動画概要欄、下のところにね、前回の動画の方もリンク貼っておきます。で、そこでは、比を使った解き方、おそらく教科書とかによく載ってる解き方なので、まあ、そっちの方もぜひ見ていただいて、そっちとか、まあ、こっち。まあ、あとね、学校の先生とか塾の先生が違うね、教え方とか解き方を教えてくれてるかもしれないんですが、自分に合うやつをぜひね、使ってみてください。では、今回は中学校1年生の数学、扇形の弧と面積、2、応用編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、3ね、また続きで撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。